それではまずはじめに、早速ご登場いただきます、クラッシュ女子チャンピオン、ボスジム朱里選手です。朱里選手は、皆さんご存知の通り、今年3月に、クラッシュ女子王座を獲得しまして、7月の後楽園大会で初防衛に成功しまして、12月、21日仙台大会で2度目の防衛に成功しました、非常にクラッシュのチャンピオンを今、1階級空位で、7階級になるわけですけどもですね、7つのベルトがあるわけですけども、最もハイペースで、防衛戦を重ねているチャンピオンです。はい、それでは、見事、グレイシャー・アキという強敵を退けて2度目の防衛成功しました朱里選手から、大会3日後ですね、改めて、コメントをお願いしたいと思います。はい、グレイシャー・アキ選手に勝って防衛することができて本当に嬉しいんですが、自分の中でやっぱり反省点もいっぱいあるので、それを改善して2015年にもっともっと強い朱里を皆さんにお見せできるように日々練習していきたいと思っています。クラッシュの初、2014年初のクラッシュに参加したんですよ。1月4日大会、はい、でそれで最後のクラッシュにも出場できて本当に嬉しいです。2015年、どん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 強くなって、最強の女を目指したいと思うので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。朱里に始まり朱里に終わってチームだったと高らかに宣言していただいたわけですけれども、本当にそうね、1年間本当に今年はじゃあ4試合、はい、4試合ですね。そうですね、はい、まあ、当然全勝ということで、はい、ありがとうございました。体をゆっくり休めていただきたいところですけども、はい、なんか今月タイトルマッチも、プロレスの方で、そうですね、カナ選手、カナ選手、和田恭平さんが裁くという、はい、そういった試合もね、はい、もう一つのプロレスの活動の方も、あるという朱里選手なんですけども、はい、それでは、今コメントいただきましたので、記者の皆さん、朱里選手にご質問ございましたら、ぜひお願いいたします。改めて、1年通じて、今年2014年は、はい、朱里選手、どんな1年でしたか？はい、本当にいろいろあったというか、クラッシュだとやっぱり女子の王座のこのベルトを作っていただけたっていうのが本当に嬉しく、本当にもっともっと強くなろうというか、そういう気持ちがさらに芽生えた年でした。はい、そしてやっぱり K1 も11月3日にやって、そこに出場したい、女子クラッシュのベルトを持ってそこに出場して強い朱里を見せたいっていう夢、叶えたいっていう気持ちも本当にあります。はい、続いていかがでしょうか。先ほど反省点とおっしゃってましたけど、はい、どのような具体的に。はい、そうですね、試合中にやっぱりクリンチになる場面が結構多かったんですね。でそこでやっぱりプッシュしてのミドルキックとか何か攻撃を与えられて、いつも練習でできてる部分がやっぱ試合になるとできていないという先生との反省点などもあって、やっぱりもっともっといい試合ができたんではないかなと思いました。はい、なんですけど、はい、今年はプロレス含めてベルト何本になったんでしょうか。あ、そうですね、今のところ3本になりますけど、現在じゃあ3本保持してると。はい、CMLL の世界女子チャンピオンのベルト、そしてレイナー女子のベルト、そしてこのクラッシュの
ベルトの3本になります。はい、それではついていかがでしょうか。グレイシア選手はキャリアではだいぶ勝ると思うんですけども、はい、グレイシア選手の見せ場はいかがでしたか。杉山選手と大会上に戦えなかったあ、すいません、やはり気持ちの強い選手で、自分が、今まで戦った選手の中で、中に入って膝蹴りを打つというのがすごい上手い選手なんだなというのを試合をしてみて思いました。これであれですね、プロではこれで10戦目そうですね、クラッシュ10戦目、ね、10戦無敗という、はい、デビュー10連勝という形になりました。はい、はい、続いていかがでしょうか。まあ、じゃあちょっと自分の方からなんですけど、はい、まあ、以前の会見でもちょっとお話しさせてもらったことあると思うんですけど、首里選手はやっぱりこういったその格闘技だけじゃなく、そういった活動もしている中でやっぱりいい個性を持っていて、海外で試合のオファーを、いくつか、調整中って話したことあったと思うんですけど、ちょっと今、待たせている話があって、今回無事に、10連勝目飾ったということで、今ちょうど所属のボスジムさんと今日昼間も話させてもらったんですけど、早ければ2月に、海外でクラッシュのチャンピオンとして、海外である、格闘技の大会に出場が、オファーが来てますね。でこちらとしてもボシムさん、首里選手前向きなので来年のちょっとその格闘家としての第一線は海外になるかなというふうに思っています。ちょっと地域とかですね、大会名とかはちょっとまだ正式決定してからなんですけども、そういったいい話もありまして、まあ、早ければ年内遅くても、うまくいけば、はい、発表できるかなと思ってますという話もあるんですけど、海外でのファイトについてはいかがでしょうか。あ、はい、やっぱプロレスでもメキシコとかに行って試合をしたりしているので、キックでもどの海外で試合をしていきたいと思ってます。今年は浦部宏隆選手、浦部光也選手の浦部兄弟がフランスの方で非常に5月にいいファイトして、浦部光也選手は11月にまた2度目の招聘があったり、まあ、トップ選手に対するオファーが非常に増えているんですけども、そういう意味では首里選手にも大きなチャンスが来たのかなと思ってます。今度は首里選手にお会いしたんですけど、まあ、その海外試合があるかもしれないという話もありましたけど、まあ、来年はチャンピオンとして、はい、こういうことをやりたいとか、はい、こうなりたいとか、その展望というか、目標はどんなことを、今考えてますか。そうですね、やっぱりクラッシュ女子チャンピオンとして、女子を盛り上げていきたいっていうのもありますし、やっぱりいい試合をして K-1 に出場をしたいっていう気持ちもすごく強いので、まあ、試合数もどんどんしたい、どん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 首里っていう名前をこう広めていきたいなと思ってます。今年は女子プロレス大賞ノミネートまでいきましたけど、内容はやっぱり取る気持ちでどんどん攻めていこうと思います。必ず2015年は首里の年だったなとちょっと皆さんに言わせたいなと思います。もうちょっとノミネートされて、今回はなんか該当者なしだなしですよね、はい、非常に歯がゆい気持ちがあってですね僕は何ができるかわからないんですけども来年の女子プロレス大賞通りに
全力でサポートしたいな。本当ですか？何ができるかわからないんですよ。やっぱりね、あのクラッシュのチャンピオンとしてね、はい、あのもちろん来年1年あの戦い抜いて守ることがテーマになると思うんですけど、やっぱりクラッシュチャンピオンがプロレス大賞ね、はい、女子の大賞を取るっていうのは取りかけたっていうのはすごいね、はい、ですんで、あのそういった中でもあのクラッシュもそうですし、あの海外もそうですし、さっき言ったような K-1 もそうですし、格闘技でやっぱりあのとにかくあの勝ち抜くと、そういった先にそういうね、あの新たな勲章が得られるようになればいいんじゃないかなと、はい、そのために本当にあのあれですね、さっきもちょっと話したんですけど、もう正直グレイシャー・アキっていう選手、はやっぱりあのトップの一人だと思うんですけど、ここでやっぱり防衛したということで、いよいよもう本当にあの海外の選手と戦ってもらう機運が高まったかなと思うので、やっぱりなかなか女子選手は首里選手以外コンスタントにクラッシュで試合できる女子選手、残念ながら育っていないんですけど、もうここはもう首里選手のストーリーとして、あの首里選手を倒すような脅かすというか、もう本当に真っ向勝負して、あの海外に流出の可能性が出ちゃうような選手を2015年どんどん発掘していくのがテーマかなと思います。そういう勝負を見せて、やっぱりあの首里選手にもやっぱどんどん伸びていってほしいですし、来年 K-1 団体で、はい、予定されてますけども、はい、出場の可能性っていうのは今のところ、そうですね、まあ、K-1 っていうのはやっぱりその僕がやってるクラッシュとはまたちょっとその別の、まあ、マッチメイクの、やり方だったりするんで、僕の口から言えることじゃないんですけども、やっぱりあのノックアウトですよね、やっぱりだからそのノックアウトする試合、ある意味やっぱり男子以上の女子じゃなきゃ見せられないような技だったりとかですね、動きだったり花だったり、やっぱりここがやっぱりその男子のチャンピオンより私は優れてるんだぞっていうのをさらに磨きかけてほしいなと思いますね。そうなった時におのずとやっぱり組まれるものはあると思うし、やっぱりだからこそ甘んじてほしくないですし、やっぱり首里スペシャルみたいなその技ですよね、はい、はい、とやっぱり男子のチャンピオンでも逆立ちでも真似できないようなものって絶対あると思うんですよね。やっぱりプロレスラーをやってるっていうのはそういうところだと思うので、プロレスラーじゃなきゃできない発想みたいな、大変だと思うんですけど、それやりきったら本当の意味で格闘技になれると思うので、女格闘技でも女扱いしないでくださいとかあるじゃないですか。だから女扱いされないぐらいのドクッとするようなノックアウト勝利を来年は、だやっぱり KO っていうのはやっぱり危機感から生まれるものでもあったりすると思うので、やっぱりやわな相手、やわな防衛戦の相手を用意してるうちは、首里選手もちょっともどかしいと思うので、僕のテーマはやっぱり来年首里選手の腰からベルト引っ張らすような強い女を連れてくる、海の向こうからっていう意気込みで、そういう部分で首里選手と勝負していきたいなと思います。本当ですよ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当ですか。はい、今出たばっかりですけど、首里スペシャルみたいなの、なんか、首里スペシャルです。草案というか。ちょっと、まだ全然考えられてないので、ちょっとなんか、考えられたらいいなと思います。本当にそういうのはね、期待しちゃいますよね。漫画みたいなことというかですね、やっぱり CMLL の方々ともちょっと相談してもらって、相談してもらって、本当に三冠戦やってもいいですし、それはまあ無理だと思うんですけど、一番とある意味可能性秘めてるチャンピオンなんで、期待したいと思います。ご質問いかがでしょうか。また金曜日にもプロレスの方で今度は防衛戦というのがありますが、はい、そちらについて、まあ、そうですね、あ、はい、もう12月は
CMLL、そしてクラッシュ、レイナと3つのタイトルマッチがある月なので、本当に気を引き締めてというか、12月26日も、防衛して3冠で年を迎える気持ちなので、絶対勝って年越しをしようと、2015年は3冠のまま勢いに乗っていこうと思います。それではチャンピオンシル選手の会見を以上とさせていただきます。それでは写真撮影をお願いいたします。はい。